おはようございます。笠井正義です。ですね、ちょっと嬉しいことがありまして、申しますのも、このやじ馬ストリートですが、以前に40年ぐらい前の大学のクラブでですね、作っていた番組名がやじ馬ストリートで、それを引き継いで今作ってるというお話を申し上げたかと思うんですけれども、実はですね、その40年前のクラブ時代の、ミキサーをやってくれていた小山くんっていう友人から、連絡がありまして、やじ馬ストリート聞いとるでーということで、もう今はそういう放送ですとかミキサーとかいうのとは全然違うお仕事をされてるんですけれども、今広島にお住まいなんですが、連絡いただいていろいろ聞いていただいてですね、アドバイスをいただきました。小山くん、ありがとうございます。でもね、さすが、40年前に一緒に番組を作っていた友人だけのことがあってですね、聞き方が渋いというんでしょうか、それぞれネタですとか構成についての感想もあったんですけども、一番印象に残ったのが、オープニングのBGM のレベルが高いというというご指摘をいただきました。さすがですね。当時、ミキサーでですね、僕が作った番組のほとんど、みんなと言っていいぐらい、その小山くんがミキシングを担当してくれていたんですが、その感想の一発目がですね、オープニングの少年の夏は今のレベルが高いと。北村健さんの声はよく通るので、ちょっと高すぎるのではないかということでございました。小山くん、ありがとうございました。さすがや。ありがとうね。で、なんかやっぱり嬉しいもんですね。それもこうね、昔からの友人っていうことだけでなしに、やじ馬ストリートを一緒に作っていた友人から、そういうメールをいただきました。また一緒に作ろうね、というふうには申し上げておりますので、また、かよくん作ろうな、一緒にな。はい。ということでですね、今、ちょっとネットの方をざわつかせておられる、おられるっていう言い方もおかしいな。ざわつかせてるですね、ニュースがありまして、で、どんなニュースかと申しますと、イギリスの研究によると、ペンギンの糞から、金星の大気中にある化学物質と同じものが発見されたという。この物質、ホスフィンが、金星から3800万マイル、約6100万キロメートルも離れた地球に存在する理由については説明ができないと。研究者らは、フォークランド諸島に生息するジェンツーペンギンがこの物質を生み出す、経過について、彼の生活スタイルから研究を進めていくというふうに話しておられるということでございます。これまた不思議でございますね。確かに。そのペンギンの糞から金星の大気中にある化学物質が発見されたということはどういうことかと言いました。ペンギンは宇宙人だということにこれは他ならないと思いませんか、これ。そういうことですね。前回の矢島ストリートの続きではないんですけれども、今ネット上ではですね、ペンギンは宇宙人説、これが流れております。信じるも信じないもあなた次第です。次第です。ちょっとミスった。それでは参りましょう。野獣マストリートパイロット版第8弾始まりまーす。ということで、やじ馬ストリートパイロット版の第8弾始まりました。毎度のようにやじ馬ストリートのテーマソングでございます。少年の夏は今、少年クラブの皆さんの演奏でスタートいたしました。本日も、
テーマを設けようかなというふうに思っておりまして、そのテーマは何かと申しますと、頑張れ日本ということでございます。で、まあ頑張れ日本っていうと、この間までやっていたオリンピックの、まあ、イメージがあろうかと思うんですが、ちょっとねそういうことではなくて、今もなんかみんなコロナでですね、まあなんか先行きが不透明で、なんかしんどいなと、なんかもやっとしてる感じやなということがあろうかというふうに思いますので、ここでですね、まあいろんな人の日本人すごいなと、日本人元気やったなというようなお話をさせていただくことでですね、日本人頑張れという気持ちが伝わればなというふうに思っております。で、それでまず最初のですね、テーマでございますけれども、ヤジウマトピックスパート1のテーマはですね、奈良の大仏は日本初の国家プロジェクトであったということでございます。奈良の大、まあ私たまたま奈良に住んでおるということもあるんですけれども、ね、皆さん奈良の大仏はご存知ですよね。奈良に、ね、住んでますとですね、まあ、奈良の大仏は違うんですけども、これあんまりねこう国宝とかねあんま興味ないんですよ、ぶっちゃけて言ってこれ多分ね奈良の人に共通してると思います。もうね国宝とね鹿はねもうがっさりがっさりいますからね。もう感覚的に言うとね、鹿なんか奈良公園にわんさか歩いてますんで、こうなんで動物園に犬が展示してんねんみたいな、そんな気持ちで、鹿とは接している今日この頃ではございますけれどもですね、じゃあその奈良の大仏が当時の国家プロジェクトであったといったあたりを、まあ、ご紹介をしていきたいなというふうに思います。ね、ご覧になかった方も多いのではないでしょうか。奈良の、ね、大仏さんというとやはり修学旅行でお見えになっている方も多いのではないでしょうか。で、じゃあまずですね、奈良の大仏を作ったのは誰やという話ですが、大工さんと、まあそういう、ね、ネタはさておき、まあでも結局奈良の大仏を作ったのは誰やというと当時の国民やったというのが正しい答えになろうかというふうに思います。で、まあもともとじゃあこのね奈良の大仏さんを最初に作ろうと言い始めた言い出しっぺ誰やというと、これが聖武天皇なんですね。聖武天皇が言い出しっぺで、実際に現場の指揮を取られたのは僧侶、まあお坊さんの行基様ということになります。で、この大仏建立にはですね、ものすごい多くの人データとか資金だとか、まあ、時間、材料が必要でですね、当然のことのように当初工事には行き詰まっていくわけですね。で、まあ行き詰まった理由っていうのが、聖武天皇が大仏建立に際して政治的な権力を振りかざして大仏建立をしなかったため、これが材料不足がいろんなものを不足した原因だというふうに言われているようです。まあ、結局天皇陛下ですから、当然のことながら、まあ、一声でそれは金から何から全部動くというふうについ思いがちなんですが、結局その手段を使うとやはり政治的なものが入ってくると。しかし聖武天皇はそれをお使いにならなかったので、そういった苦労も実際に起きていたというようなことでございます。で、なんか後にね、聖武天皇が大仏建立は政治的な権力を用いて行ったのであれば意味がないんだと、国民の総意を持って国民すべての善意の力を集約して行わなければならないというふうにおっしゃったということでございます。で、しかし当時疫病だとかですね、争いがまあ全国各地で起きていたようですね。で、そんな中の建立でございますから、非常に困難な作業でもあったということで、で、なんかこうね、そういう疫病や争い事があったので、まあ逆に言いますと、みんな国民の気持ちがこの大仏建立の方に向いていたと
というふうに言えなくもないのかなというふうには思います。まあ、当時のこの疫病っていうのは、まあ、要は天然痘ですね。天然痘ってもう要はね、当時はもう科学的な療法で治療することなんか一切できないわけですから、まあ、どうやって治すかっていうとも結局神頼みっていうことになるわけですね。その中で大仏を建立するということで国民の思いを集約するということで、聖武天皇が国民を導いていかれたということになるようです。で、ところがやっぱりそうやって政治的な意図を発揮、まあ、出されなかったわけですから、まあ、いろいろ本当に苦労されたと。で、そのご苦労の陰にですね、当時の皇后陛下である光明皇后が、まあ、聖武天皇を勇気されて、勇気ね、勇気を、づけられていたというふうなことが物の本に書かれているようです。で、光明皇后はですね、こう聖武天皇の背中を押しただけではなくてですね、怪我人の手当てをされる際のお薬をですね、買い揃えられたりとか、東大寺のお隣にある興福寺、まあ、五重の塔ですね、の建立の時には自らが靴を脱いで裸足で土を踏むなどの他の者と泥をかぶりながら共同で作業をしたというふうに現在にも伝わっているということでございます。まあ、素晴らしい方ですね。で、まあ、一気に責任を、まあ、建立の具体的な責任を任された行基菩薩、行基様っていうのはどういう方かっていうとですね、これ奈良に修学旅行に来られた方はご存知かもしれないですけれども、近鉄奈良駅、今地下に駅があるんですが、近鉄奈良駅を奈良公園の方に、上がられると、東向き商店街っていうのがすぐそこにあるんですけど、その間にですね、まあ、小さな噴水があるんですが、そこにお立ちになっておられて東大寺の方を見ておられるのが行基様ということになっております。で、まあ、もともと非常に身分の高い僧侶であったんですけれども、この行基様もですね、例えば日本全国を回られて、田畑を耕す道具作ったりとかですね、お手伝いをしたり、実際に貯水池作ったりとかですね、非常に民の生活向上に尽力された、まあ、お坊様でいらしたということですね。で、その結果、まあ、民を味方につけて、まあ、朝廷に反逆しているんじゃないかということで、目もつけられもした時もあるようですけれども、結局、この奈良の東大寺の建立のですね、総責任者を命じられて、聖武天皇と一緒にご尽力をされたということになっております。で、じゃあ、この東大寺の大仏さんがなぜ作られたのかっていうことなんですが、まあ、先ほども申しましたけれども、この大仏様がですね、が作られた時代、今奈良時代ですね、まあ、そのいろんな技術がなかったと。田畑で作物を育てる技術もないですし、治水の技術も非常に乏しかったですから、穀物のね、収穫も非常に少なかった。で、その中で貴族同士が争いをしたり、で、おまけにですね、天然痘が流行ってということの国難続きだったわけですね。で、その国難続きの中で聖武天皇はこの盧舎那仏のいる世界をですね、まあ、なんとか作って、そういった災いから逃れようというふうにされたようです。この盧舎那仏はでかければでかいほどいいとされていたようで、それであの巨大にもでっかい、まあ、でかければでかいほどたくさんの人が救われるよということで、あの大仏様が出来上がったというふうに言われております。で、じゃあなんで大仏さんは座ってんにゃという、ちょっとなんか子供みたいな話になりますけれども、で、このね、盧舎那仏像、要は大仏様ですね。大仏様っていうのは、今のお座りになっている姿で16メーターあるんですね。16メーター。で、これがもしもお立ちになっていたら、50メーターもあるということで、
結局お立ちになっていた姿は、当時の技術的にはもう不可能ということですね。で当時のその作り方としても、まあ、いわゆる大きな仏様っていうのは石を削ったりして作っていたのがほとんどなんですけれども、このルサナ仏像、まあ、いわゆる奈良の大仏様は銅でできてるんですね。いわゆる鋳造っていうもんですか。でこの技術自体も、まあ、当時は最新の技術だったようです。まあ、聖武天皇自体がですね、まあ、いろいろやっぱり素晴らしい天皇で、当時、まあ、留学生っていう言い方をしたら変かもしれないんですけれども、唐に留学生を送ったりしてですね、新しい技術を学ぶ人材を増やしていたということも大きく貢献しているのではないかなというふうに思います。まあ、ですので、なんで座ってんだということで言うと、立ってんのは作られへんかったんやっていうことですね。それが理由であります。で、大仏のですね、製造に使われた材料、こんなん分かってるんですね、多分。で、これすげえ量なんですよ。銅が499トン、鈴が 8.5 トン、水銀が 2.5 トン、金が 440kg、炭が1194メーター。って、これなんで炭だけメーターなんやろ。なぜか僕の見ている資料で、なぜか、これどういうことやろな。キログラムと違うんかな。メーターってなってます。すいません。ちなみに、妊婦。要は、冒頭で申し上げた、大仏さんは誰が作ったんやっていう時に、で、申し上げましたように、誰が作られたんやっていうと、当時の国民が作ったんやと言ったあたりは、実はここにも由縁してるんですけれども、まあ、いわゆる妊婦、働いた方が260万人、延べ260万人だったそうです。これがね、すごい数なんですよ。まあ、260万人って言われるとどんな数やっていうのがようわからないんですけども、当時の日本の人口がですね、600万人から700万人ほどやと言われてるんですね。ということは、260万人っていうことは、当時の日本の人口の 40% が、この大仏様の建立に従事されたということからもですね、まあ、日本で初めての国家プロジェクトという言い方をしても全然おかしくないのではないでしょうか。作り方に関しては先ほども言いましたけれども、まあ、初めての技術で、銅を用いて、で、これ、よう言われるんですけど、あの大仏さんを大仏殿にどうやって入れたんやろういう話はあるんですが、まあこれは答え簡単でですね、大仏様を作ってから周りの大仏殿を作ってるんですね。なので大仏様がでかい分側もでかなりましたと。で気づいたら世界一の木造建築物でしたというのが奈良の大仏さんでございます。でまあ、どうやって作ったかというと、まずはまあ、粘土とかいろんなもので支柱立ててですね、大仏さん、今の大仏さんの大きさの、まずは仏様をお作りになるんですね。で、その周りに、もう一回、まあ、いわゆる石膏みたいなもんで固めていって、そこに隙間を作って、その隙間に銅を流し込んでいくという方法、いわゆる、鋳造というやつですね。それを使って、その方法を使って作ってますので、最終的には、あの大仏様と同じ大きさの、要は、銅を流し込むわけですから、土の山ができてたということになりますね。で、その土の、まあ、だから、大仏様が16メーターやから、土の山言うてもね、多分20メーターぐらいの、まあ、ちょっとした小山ぐらいのものを人工で作って、大仏様ができていったということになります。で、その後に、あの巨大な大仏殿を作ったと。それが現時点でも木造の建築物としては世界一でっかいということになってます。で、またね、それを本当に当時の日本の人口の 40% の人の関わってお作りになったっていうのは本当すごいことですよね。なんか日本人魂みたいな感じがいたしますね。で、これね、奈良に住んでるから知ってるのかもしれないんですけど、年にね、何回か、実はね、普段は配管料がおそらく千何がしかかかるんですが、
大晦日から1日にかけては無料で入れるようになります。で、無料で、それもね、正面から入れるんですね。これちょっとわかりにくいんですけど、普段は正面からは入れないんですよ。ど真ん、大仏様を正面に望むドアは、扉は閉まったまんまなんですけれども、お正月、大晦日の夜から1日にかけてはそこが開放されて、真正面から大仏様を見ながら入ることができると。で、その時にもし来られるとお気づきになるかもしれないんですけれども、大仏様は、まあ要は、先ほども言いましたけど、建物の中にあるんで、外からお顔は見えないはずなんですけれども、ところがね、大仏様の顔の高さにですね、実は扉がついてるんですね。で、扉がついていて、建物の外、大仏殿の外から大仏様が見れるようになってるんですよ。で、これはおそらくと言いますか、当時の一般の庶民の皆さんへの配慮なんですね。大仏様に直接お会いすることはできなくても、お顔だけは見れるという配慮があったので、そこに扉がついてるんだと。ですので、中に入らなくても大仏様が見ることができるというふうになっているというふうに聞いたことがあります。で、ちなみに、その大仏殿からはるか500メートルぐらい手前に、手前って言い方も難しい、あれなんですけれども、門があるんですね。これも大きい門です。仁王様が立っておられる門。で、その門にも大仏様とのお顔と同じ高さの位置にですね、扉がついていて、まあ、実際にはそんなところからは大仏様の顔を拝むことはできないんですけれども、大仏様が見ることができるというふうになっております。ということで、奈良の大仏様はですね、日本初の国家プロジェクトだったというお話でございました。ヤジウマストリートパイロット版。はい、ということで、ヤジウマトピックスのパート2はですね、黒船を作っちゃった日本人というテーマでございます。さあ、どういうことかと申しますとですね、黒船と申しますので、黒い船。まあそういうことではないんですが、まあ黒かったんでしょうね。まあ、今までと違うところは何かっていうと、蒸気のエンジンで、まあエンジン、蒸気機関か、によって、要は風も吹けへんのに、船が動くという、当時はもう画期的な技術だったわけですね。その技術で、出来上がった黒船なんですが、このね、黒船でやってきたペリーがですね、日本遠征記っていう書にこう書いておられるそうです。日本人の思考業者たちは世界のどこにも劣らず熟練しているのに驚く。政府が変われば、この国をたちまち世界の最も恵まれた国々と並ぶ水準まで押し上げるであろう。ひとたび世界の現代技術を習得したら、日本人は近い将来に機械工業の成功を目指す世界競争で強力なライバルとなるだろう。というふうに、ペリーは言っていたんですね。で、から詳しくじゃなぜそう思ったかっていうのはおそらくいろんな理由があると思うんですけれども、驚くべきことはそのペリーがですね、まあやってくるわけですね。でそれまでに、オランダから来てるわけですからいろんな国寄ってくるわけですよね。でおそらくまあ戦艦って今、まあ、戦艦って言うとすぐ山手とかイメージしますけども、まあ要は戦艦ですよね。そういう巨大な船、それも風が吹かんでも動きよるすごい船で、何やしないと煙吐いてるみたいな、その船でやってきた時に立ち寄った国の人はもうみんな口開けてあんぐりやったそうですね。もうびっくりこいて持ってですね、どういうこっちゃとこの船はと、すごいと、オランダの人たちはもう神かと。いうようにもうみんなびっくりこいてもうひれ伏したというのをずーっと見てきたわけですね。で、ところが日本にやってきましたと。そしたら日本にやってきたらですね、当然、まあ当時、ちょうどその明治維新の時ですから、ちょんまげを言ってて刀を刺していたかどうかは定かではありませんが、当時の日本の政府の人たちがですね、まあおそらくちっこい、おそらくですよ、ちっこい船によって、この船に、
を見に行くわけですよね。で、普通であれば、今まで立ち寄ってきた国であればですね、もうみんなが口をあんぐり開いて、びっくりこくんですが、サニアル。日本人はそうじゃなかったんですね。で、何や、どんなんやったかというと、その船に乗り込むたんびにですね、はぁ、ほぉ、素晴らしいとか言いながらですね、みんなメモ取り始めたと言うんですよ。で、それ見て、乗組員がびっくり動くわけですよ。今までみんながひれ伏して驚いとったのが、日本人はなんか知らないと突然来てメモを取って、もうなんならその辺測っとると。のいろんなもん測り始めたと。この人は何しとんねんと。びっくりしたわけですね。で、はたと気づくと、あれもしかして、日本人これ作るつもりと。こうなったわけですよ。少なくとも、黒船が立ち寄った。国々の中で黒船作ったろうと思った国は一国もなかったんですよ。ところが日本人はいきなり来て、はぁ言いながらメモ取って、その辺測り始めて作ったろうと言いよった。で、まあ少なくともペリーの前で言ったかどうか知りませんよ。でも、もうそれが見え見えの行動をやった。で、なんと、そっから設計図起こして、作ってまうんですよ。日本中国は。すごいですよね。で、それで最初に言ったペリーの言葉になるわけでね。なるわけですね。日本はすげえと。この人たち、きっと工業立国になるで、というふうに思ったというのが、この日本遠征記に書かれているということで、最初にご紹介した文章になるんですけども。でね、これでまたもう一個話がありまして、で、こうやって、まあ、すごい短期間に黒船を作ったわけですよね。じゃあ、それを結局ね、廃藩置県で来てた各藩のお殿様たちが見とるわけですよ。黒船も見てるし、そのなんや、煙出して走る、いわゆる黒船、日本製であろうが何であろうか、黒船をみんな見てるわけですね。で、えらいもん作りよったなぁと思ってるわけですよ。で、その当時の藩の藩主って言うんですかは、どない思ったかって言うと、ほう、すごいもん作りよったなと思った人たちと、あれ作れんちゃうかと。うちの藩でもと。って思った藩があるわけですね。まあ、それはそれでえらいですんで、結局その藩ですから、ちっこいわけですよね。ちっこいし、まあ、ゆやお金もそないないし、それで、そう、人材がまずあるわけ違いますよね。で、ところが、この、小さい藩やったのに、これ作れんちゃうかと言い出したのが、これ、伊達の宗成さん。伊達の宗成さんって、こんな、近所のおっさんみたいな言い方してますけれども、が、これ、うちで作れんちゃうかと思ったわけですよ。ほんで、そこで、その、手下に、手下みたいな、なんか、山賊みたいですけども。その、部下にですね、わしは、まあ、わしはって言うたらどうかしませんよ。この、黒船っちゃうと見てきたと。ほんで、あれを作りたいと。黒船っちゃうとどうも、その、風吹かんでも動きよるらしいと。なんでは知らないんですけど、この、設計図らしい、エンジンの設計図らしいものを、こう、入手しはるんですね。で、このエンジンの設計図らしいものを、この多分、伊達宗成さんが用意したんでしょう。で、これはあると。で、誰ぞそのうちの班に、今日のやつおらんかって言って、手下に言ったら、手下が、はたと。どんなやつがいいやろなと考えたんでしょうね。ほんなら、おう、器用なやつおるわと。提灯屋にと。これどういうことでしょう。おそらく一番、その藩の中で木をやったんが、提灯屋さんやったんでしょうね。和夫さんという人で。これね、和夫さんというぐらいですから、当然、名字がなかったわけですね。名字がない提灯屋の和夫さんにですね、ちょっとお前、なんか、藩でいっちゃん木をらしいやないかいと。で、ここにエンジンなるものの設計図があるけど、まあ、これ一遍何でもね、木や紙やでいいから、一回作ってみいと。いうふうに言われるわけですね。そしたら、またこの和夫さんがね、ほんまに器用で作ってもたらしいんですよ。木と紙で。
で作ってもたらしいといえども、これ当然蒸気機関ですから、それは水も入らなけりゃ何にも入らん。ただなんかスケッチしたやつにはよう似とるなっていうのをやっぱり和夫さんが作るわけです。そしたらおおと、みんながさすが提灯やと、お前うまいこと作ったなと、こう褒めたたえて、ほんならお前一回本物作ってみるっちゃう話になるわけですわ。ほら、和夫さんその紙と木で作ったけど、これ本物なんか見たことないわけですよね、当然のことながら。これでこれ無理ですと、なんぼ私器用や言われても本物見たことありませんと。そらそうやと、本物見んと作れるわなっていうことで、どうなったかっていうと、ほなまあちょっといっぺん長崎行って見てこいとね、こんなトントン拍子に話は進んだんでしょうかね。まあ一緒に行った武士からはですね、なんで俺は提灯屋と一緒に長崎行かなあかんねんって、こういじめられたというなんかものも残ってるそうなんですけども、結局ね、それで長崎に行くわけですね。そしたら、まあ、まさかそのね、まあ、まさか作れると思ってなかったからか何なのかわからないんですけど、これオランダのその人たちって非常にある意味協力的でですね、その設計図やとかで本間もんをこう見せてくれたらしいんですね。見せてくれて、で和夫さんも実物を見ると、でそこで問題が出てくるわけですね。なんでやっちゅうと、設計図もらうんですけど、そこに書いてあると全部オランダ語で書いてるわけですね。これは何のこっちゃわからんと、だからもう和夫さん困るわけです。なんこれ私すんませんと、実物も見せてもらったし設計図も思うたんやけど、これ私読めまへんねと、そういうことになるわけですよ。そしたらこうなんか この人たちって言いますか、起点がだけは聞くんですかね、器用や言うて提灯屋の和夫さん連れてくるのも大概なら、そりゃそうやったなと、オランダ語読まれへんなと、お、そうやと、そうや、お前うちに蘭医がおるやないかいと、お医者さんですね、あの人確かオランダ語できるやろうと、っていうのでこのお医者さんを呼んできてですね、翻訳をしてもらうんですね。これもう大概なコンビですわな、これで結局この和夫さんとお医者さんのコンビでですね、で、まあ、いろんなところがバックアップをしてくれたおかげで、なんか当時は長崎奉行所の役人も協力してくれたそうです。なんかこんだけやっぱりなんとなくこうテンション明るい班ですからよくわかりませんけど、いろんな人が協力してくれたんですね。なんか人を巻き込むパワーだけがありますみたいなところやったでしょう。これがですね、着工から3年後に海上運転テストができるまでになったそうですね。すごいですよね、和夫さん。で和夫さんがなんか狭い機関室でですね、巻き込めてですね、火を起こしたわけですね。すると、こう、当時の天守閣から船がスーッと動くのが見えたと。それで、伊達宗成さんはもう大喜びするわけですよ。ようやったと、あの提灯やと。で、ところが、実際には、こう、作ったエンジンがちっちゃすぎて途中で止まってしもたらしいんですね。実際には途中で止まってしもたらしいんですけれども、もうなんかもうだって宗成さんもですね、おお動いたと、提灯がすごいということで、この小さな藩がですね、黒船を作るのに成功したと。それも提灯屋さんが作ったという画期的もないっておかしいですね。すごい物語がですね、昔の日本にはあったわけですね。まあ結局ね、まあもともとといえばこの常識にとらわれん発想というんでしょうか、まあこうやって人材を引き上げるというふうに言うと栄養に聞こえるかもしれませんけど、でもやっぱりなんかね、今にも通じる場所をね、
こうなんかこう決められた仕事ばっかりやってるんじゃなくてね、こういう和夫さんのようにチャンスを与えられたらやっぱり日本人って絶対力発揮しますよね。でこの和夫さん後にですね、名字もなかったんですが名字を与えられて侍になるんですね。すごいですね。で前原鉱山というふうに名前をいただきましてですね、明治時代を代表する義士になったそうです。ゲベール銃の国産、要は銃の国産化とかですね、木綿の旗織り機とか、最終的にはなんかミシンまで作ったということのようですね。和夫さん、すごい。やっぱり、日本、すごいと。いかがですか、皆さん。ということで、元気が出る日本人のお話。提灯屋さんが黒船作っちゃったのお話でございました。ヤジウマストリート、パイロット版。続きましての、第3弾、第3弾違いますね。野獣はトピックスのパート3はですね、ちょっと時代的にはですね、今の明治維新の時に近いお話なんですけども、これもね、七なんとのお話で、明治維新の、まあ、その、新年創造でもお紹介じゃないですけども、パリ万博にですね、出展していたと。言うんですね。そのお話をしたいと思うんですけども、これパリ万博って言うと皆さん何想像されます？これ多くの皆さんはエッフェル塔を想像しますよね。エッフェル塔はパリ万博の、まあ、を記念してできたと。エッフェル塔。ところがですね、このお話のパリ万博は、このエッフェル塔ができたパリ万博よりも前のお話なんですね。エッフェル塔のできたパリ万博は1889年、フランス革命100周年を記念してパリで開催された第4回万国博覧会なんですね。で、私が申し上げましたパリ万博っていうのは、まあ、なんと、慶応3年、すごいですね。慶応3年と申しますから、1867年の第2回万国博覧会のことなわけですね。で、この時は、結局、もう日本が変わろうとしてるんですね。えらい時期やったはずなんですよ。多分、もうその、徳川幕府も、瀕死状態、もうこのね、ぐっちゃんぐっちゃんな状態やった時に、パリ万博にね、出費をしはったんですよ。だからもうこれだけで、日本すごいと、思いません？それだから、エッフェル塔ができる20年以上前のお話ですからね。そこで、こう、明治維新でもう幕府えらいことになって、世の中ぐっちゃんぐっちゃになってる時に、パリ万博で出品していたと。で、そこでですね、もうこの変わろうとする日本を、これアピールせないかんと。まあ、それはわかります。気持ちはわかりますけれども、ほんまにそれでよかったんかいと思うんですが、ところが結局ね、これ自体やったのは幕府偉いことになってるはずなのに、徳川慶喜なんですよ。徳川慶喜が世界にアピールせなあかん言うて、第2回パリ万博に出展を決めて、で、なんと弟の昭武を派遣するんですね、パリに。で、あともう一人、非常に重要な人物を、このパリ万博、第2回のパリ万博に派遣します。で、その派遣された重要人物が、あの渋沢栄一さんなんですよ。聞いたことありますね。渋沢栄一さん。聞いたことあるでしょ？令和6年と申しますんで、2024年、上半期から予定されてるですね。新紙幣の1万円札になる方が、この渋沢栄一さんなんですよ。なんか話、繋がりましたね。どう繋がったんか、よう、わかりませんけども。だから、ね、なんか、パワフルやな、昔の日本の人って。で、この結局ね、第2回のパリ万博に、もう、幕府偉いことになってる最中に、まあ、言うても、弟派遣してまで、またましてや、
その渋沢栄一さんまで派遣してパリ万博を開くんですが、それがですね3班に分かれてたっちゅうんですね。これ3班に分かれてたのはどういう班かというと、武器班、美術班、そして無視班。これ無視班って読むのかどうか知らないですよ。まあ無視班でしょうね。その無視班の無視、要はあの昆虫の虫ね、の班があったんですって。これなんでやと思いません？武器と美術分かりますよね。万国博覧会ですよ。万国博覧会。で、虫を出す班が、このミッションの中にあったと。で、これね、どうも、パリ側から依頼されたらしいんですね。日本、ちょっと出んやったら、なんか日本の虫って、変わっとる虫多いらしいから、虫出してくれへん言って。これほんまなんですよ。いやいや、出してくれへんって言うたかどうかはわかりませんよ。だからこれ本当なんですよ。だから多分ね、もう一生懸命虫採取したんでしょうね。ほんまに。えらいこってですよ。俺ね、この第2回のパリ万博に出展されたわけですね。まあ一応、この、藩、徳川、吉信ね、まあ、藩も出品しませんかと。一緒に協力して幕府と出品しませんか言うたんやけど、まあ、結局、えらいことに世の中になってるから、まあ、佐賀藩だけが、わかりましたと。ほら、協力しましょうかと言うて、協力してくれたらしいんですね。なので、結局、幕府と佐賀藩の協力で、この第2回パリ万博に出品していったと。で、みんなで、虫持って、まあ、虫だけじゃないやろうけど、パリ乗り込んでいったわけですよ。はたとそこでびっくりこくことが起きるわけです。さて、何が起きたでしょうか？なんと、あんだけいろんな藩出ませんかいって声かけたのに、薩摩藩が出品しとったんですよ。どういうこと？と。お前薩摩藩のもんちゃうんかいと。それはびっくりしますよね。要はね、薩摩藩が幕府に内緒で、単独で出品しとったんですね。おもろいじゃないですか、そんな話。なんか、薩が薩摩いう、ね、気しますよね。もう、セゴドンの世界ですよ。で、そこでなんて書いてあったかっていうと、琉球王国って書いてあったんですって。早い話。結局ね、さすがに、日本の薩摩藩やでは出られへんわけですよ。一応、国際、万国博覧会、国際、博覧会ですからね。なので、薩摩藩は、琉球王国ですと、独立した国です、言うて、出品しはったんですよ。すごいじゃないですか。すごいって褒めてええの？これ、あかんでしょ、これ。あかんでしょやけど、すごいよな。ほんで、この、渋沢栄一とか、バカの人は、びっくりこいたと。お前らなんでおんねん、みたいな。ほんで、何や、お前。琉球王国って思って、日本やないかいみたいなね。まあ、っていうことでですね。まあ、その時のフランスの新聞にはですね、そのことがバレてしもってですね、日本の幕府は、中央集権的な権力も威厳もなくなったって書かれたと。かわいそうに。かわいそうですね、幕府。で、この、薩摩藩に最終的には幕府は強い抗議をして琉球王国という字は消させたということですね。まあ、すごいじゃないですか。おいで、そこにはですね、日の丸の花がなびいてたと。なんかもう、4コマ漫画みたいな話ですね、これ。薩摩藩すごいな。ということでですね、なんか元気出る話じゃないですか。政府に内緒で、琉球王国やいて、嘘ついて、行って、批判されたら、日本、日の丸上げとったって、すごいなぁ、と思う。この、パリ万博に、日本は出展しておった、というお話でございました。野次馬ストリート、パイロット版。はい。ということで、アジウマストリートの
トピックスのパート4はですね、これちょっとね、今までと趣が変わります。今まではなんかむちゃくちゃ頑張った日本人をご紹介を申し上げたんですけれども、今回ご紹介申し上げますのはですね、92歳でマレーシアの首相になったマディル元首相のスピーチのお話をちょっとご紹介したいと思います。あのマディル首相が92歳で首相に復帰されたんですね。以前も首相だったんですけど、まあ、わかりやすく言うと、今の若いもんに任せられへんと、わしがまたやると、こう言うたら通ってもたわけですね。通ってもて92歳やのに首相になったと。まあ、今現時代は、現時点ではもう、マティール首相は、辞任されて、マティール首相ではないんですけれども、そのね、就任された時のお話がですね、こう、非常に良いんですね。で、そのお話を申し上げたいなというふうに思います。で、このね、マハディール首相が日本に来られた時に、こういう演説をされてるんですね。まず、冒頭でですね、私は日本に学んだんだっていうふうにおっしゃったんですね。発展途上国であるマレーシアは、日本から多くのことを学びましたと。首相に就任した1981年、私は、ルックイースト政策、東方政策ですね、を国策として採用しました。これは第二次世界大戦で焼け野原となった日本人がたちまちに復興を果たした様から日本に学ぼうといった政策でした。それをルックイースト、東方政策と、こう、マハディル首相はおっしゃったわけで、日本に学ぼう政策なんですね。かつて読んだソニーの森田昭夫元会長の本に書かれた、日本国民の強い愛国心と犠牲を払っても復興にかける献身的な姿は私に深い感銘を与えました。労働者は支給される米と醤油だけで一生懸命働き、近代的な産業を育てるために寝る暇を惜しんで技術を磨いていったのです。日本人の中でも私がとりわけ尊敬するのは、戦後の日本を築いた森田昭夫氏と松下幸之助氏です。いずれも先見性を持ち、パイオニア精神と失敗を恐れずチャレンジする精神、そして独自の考えとやり方で技術革新を生みました。さらには日本の経済成長を助けるマネージメント能力を兼ね備えたのが彼らの素晴らしいところです。これ日本でこういう演説されてるんですよ。私が初めて日本を訪れたのは1961年。これ私生まれた年ですね。まあどうでもいい情報です。家族旅行でのことでした。当時の日本はまだ復興途中で、あちらこちらに爆弾による破壊の跡が残されていました。それでも大阪では、水田の真ん中に立つ松下の工場、松下電機ですね。今のパナソニックです。工場が私の度肝を抜き、オリンピックの準備中の東京では、日本橋の上に高速道路が建設されつつあったのを目の当たりにしました。この時私は日本と日本人のダイナミズムを体験したのです。人々は国の再建と経済を発展させるために献身的に尽くす光景は、今もまぶたに焼き付いています。その後も訪れるたびに発展していく日本の姿を見てきたからこそ、首相になった時私は日本と日本の人々から学ぼうと思ったのです。嬉しいですね。最も注目したのは、職業倫理観と職場での規則正しさによって品質の高い製品を作り上げるという姿勢でした。戦前の日本の製品は安かろう悪かろうの代名詞でした。しかし、戦後は品質の高い製品を次々に生産し、日本は国際社会で大きく成功しました。労働者は職業倫理が優れていて管理能力も高い。
多くの国民が戦争で命を落としましたが、残された者が立ち上がり、新しい産業を作り、日本は素早く発展をしていきました。電子産業の革命を起こしたソニーもその一社です。素晴らしい技術でテープレコーダーを生み出しました。松下は戦後再建し、多くの大企業が次々と復活しました。米占領軍は財閥を解体したけれども、新しい形態の会社が次々と生まれていったんでした。日本の大企業のシステムは、欧米の会社のシステムとは随分違っていました。会社同士は競争しても、会社は社員の面倒を見る。終身雇用という形態は西側諸国にはないものでした。社内で従業員による混乱は少なく、労働組合によるデモも就業時間外に行われたため、生産活動には支障を来さないものです。多くの製品が生まれ、輸出され、外貨を稼ぎ、結果として日本は大きく発展しました。私たちが日本からコピーしたかったことは、日本型のシステムなんです。国を発展させるため、この政府と民間企業との綿密な関係を私は日本株式会社と呼んでいます。私たちはこの日本から学ぶことで、今の発展途上国に比べて早く発展することができました。東南アジアをはじめとしたアジアの近隣諸国もまた日本と共に学び、働き、日本の繁栄と技術から学びたいと思っていたのです。日本の新しい技術を学ぶことによって、領内全体が繁栄することは間違いありません。というふうに、この98歳の、もう今は今年かな、ご退任になった、マティール首相が日本に来ておっしゃってるんですね。ありがたいですね。本当にありがたい。だと、なんか、そうやったな、という気しませんか。なんかすごく感じますよね。そうやって結局マレーシアは近隣諸国を豊かにすることが自国にとっても大切だということの確信を得ましたと。決して貧しい国を置き去りにしてはいけない。ああ、素晴らしいですね。ね、日本、昔の、東亜戦争と言っていた時の日本もそうやったんですよね。そんな、で、お話も以前させてもらいましたけれども、なんかそのあたりのこと、そして近代化した日本の凄さも、このマレーシアは、すごくこう、感じ取ってくれてたんですね。で、このマティール首相のお話は続きます。米国型の極端な経済改革を行おうとしているのが今の日本ではないでしょうか。失業率も高く、国民が自信を失っているような気がします。最近の日本の若者は、もはやかつての日本人のように献身的ではなくなったと私は人に聞かされました。確かに貧しい人はそこから抜け出そうと必死に働きますが、ひとたび豊かになると人生はたやすいと思ってしまいます。そして努力することを忘れてしまうのです。しかし、日本を再びいい国にするためにぜひ頑張っていただきたい。皆さんには勤勉であるという日本人の素質が根付いているのだから、他国の言いなりになるのではなく、自分の考えで行動してほしいんです。そして自信を取り戻し、日本人であることに誇りを持ってもらいたいと思うのです。っていうふうにですね、マーディール首相おっしゃった、そうですね。なんかちょっと涙出てしまいますね。で、これを聞いた、この演説を聞いた日本の高校生の皆さんも、泣きながらこのマーティール首相のお話を聞いておられたそうです。でね、マーティール首相すごいんですよね。で、こういうこともね、メッセージに付け加えておられるんですよ。愛国心を不用意にかけてるわけではないと。これ前の僕、ね、終戦記念の時に言いたかったテーマの一つでもあるんですが、そのマハティール首相はですね、軍国主義は良くないことですが、愛国主義的であることは悪いことでは決してない。愛国主義は国が困難を乗り越える上で必ず
助けになりますっていうふうにおっしゃってるんですね。なんか素晴らしいじゃないですか。考えさせられると思いませんか。さて、皆さんはこのマーティール首相のスピーチをどういうふうにお聞きになったでしょうか。野獣馬ストリートパイロット版。ということで、矢島ストリートですね、最後のコーナーになります。矢島ストリート最後のコーナーは矢島シアターのコーナーでございます。で、本日ご紹介申し上げるのは、もう今回もですね、もうこれしかないという映画ですね。今日の特集にはこれしかないという映画で、黒部の太陽という映画です。皆さんご存知でしょうか、黒部の太陽。これね、僕ギリギリ知ってます。僕ギリギリ知ってるんですよ。公開されたのが1968年と申しますから、私7歳の時でございますね。でもね、すごい映画なんです。でね、この映画またね、長いんですよ。3時間16分。今は DVD が発売されてるんですけれども、これね、実は、DVD ね、ずっと出てなかったんですよ。でね、これね、なぜ DVD が出てなかったかというと、やらしい意味かな？やらしくないかな？要はね、石原プロモーションが DVD 化にね、許可出さなかったんですよ。これ主演されてるのが、三船敏郎さんと石原裕次郎さんなんですけど、この当時、1968年当時にですね、三船プロダクションと石原プロダクションといえば、もう超、こう、ね、すごいプロダクションが、この二人が手を組んで、まあ、要は作った映画作品なんですね。それも3時間16分もある。途中でね、休憩っていうところもあるんですよ。いう映画で、結局ね、これを、もう多分石原プロモーションはものすごい大切にしたんでしょうね。でもおそらく DVD 化してくれと、もっと気軽に見えるようにしてくれという声は多々あったんだと思います。それで、石原プロモーションの創立50周年を機会にですね、このブルーレイ化と DVD 化が解禁になったということで、今は DVD やブルーレイでご覧になることができます。おそらくちょっと僕探してみたんですけども、今のところネットフリックスとかアマゾンプライムでは見れなかったように思います。で、じゃあ、どんなお話かと申しますとですね、黒部の太陽っていうことですから、黒四ダムのことなんですね。黒四ダム、黒部ダムですね。これ、なんか関西独特っていう方もいらっしゃるんですけど、僕ら黒四ダム、黒四ダムって言うんですよね。黒部第四発電所のダムっていう意味で黒四ダムというふうに言ってるんですが、これをね、まあ、国家プロジェクトなんだけど、その黒部側のすげえ上流、だから、こう、日本アブル、アルプスがあるところにですね、関西電力が作った、こうダムのお話なんですよね。非常にもう国家プロジェクトみたいなことを、当時のその関西電力はやってしまわはったんですね。栗とその、まあ、淀川長治さんじゃないんですけど、簡単に説明してしまうと、もうこのすごい黒部川上流のですね、人里離れた山の奥地に超巨大なダムを作るお話。そこにはもう困難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 っていう困難があって、今のダムが完成しましたと、簡単に言ってしまうと、まあそういうお話なんですが、まあ、これね、ただ、もう一個そのお話、内容のお話する前に言うとですね、1968年の映画ですから、これ当然 CG はないので、これ全部実写なんですよね。それがね、こう、すごいんですね。で、話の根本は、この関西電力が黒部川上流にですね、発電所を建設しようと。これは社運をかけた大プロジェクトやというところからスタートをいたします。で、この関西電力の工事の最高責任者に選ばれたのが、北川さんという
三船敏郎さん演ずる方なんですね。で、この現場ですので、現場にはですね、昔かたぎの岩岡源三さんという親方のいる、まあ、麹屋さん。でね、この話、よく見ると、下請けだとか、孫請けだとか、実はそういうところの状態、情報も見て取れるんですね。で、今申しました、工事責任者は関西電力さんなんですね。で、その中の責任者が北川さん、三船敏郎さんです。で、そこに、確か大成建設、まあこれものすごい国家プロジェクトみたいなもんですから、ものすごい多くの建設会社が入ってるんですが、その建設会社が依頼したトンネルを掘る専門家がこの岩岡源三さんという人でですね、この息子、岩岡源三さんの息子が石原裕次郎さんなんですね。で、このトンネルをほんのに、もう要はもういわゆる昔の甲府ですね。もう甲府型の親父とですね、この息子さんは、設計技師かなんかやってるんですね。もう絶えずもうこの喧嘩、もう親子喧嘩が絶えないんです。で、その喧嘩の意味もあるんですけれども、結局その親父がですね、引き受けて帰ってくるわけですね。巨大なお金を動く。で、この岩岡さんっていう大将は、業界筋から、あいつはもう金積んだら何でも受けると。で、逆に言えば、金積めばどんな困難な仕事でもやって遂げるっていうのが岩岡やっちゃう男やと。いうふうに評判されてる。その息子が、息子さんが、石原裕次郎さんなんですね。で、これをもう受けたと。受けますよという宴席でですね、宴席にこの石原裕次郎さんが来てですね、そのまず最初の工程は何をさておき、物資を運ぶためのトンネルをアルプスのど真ん中に作らなあかんとっていうミッションなんですね。これ何が一番大変かっていうと、まずこのダムを作るためにトンネル作らないといけないんですよ。それもアルプスのど真ん中に。で、そのトンネルを親父は引き受けてきたわけですね。で、ところがそれに知った、この岩岡息子の設計技師は、これなもんできるかと。不可能な工事やと。で、なぜ不可能な工事かというと、その工程内、トンネルの工程の中に、フォッサマグナが入ってると。ご存知でしょうか。フォッサマグナ、中央破砕帯のことですね。これまた別の映画で、まあ、今度ご紹介するかもしれないんですけど、日本沈没なんかでよく言われた、日本には大きな断層が、中央に走ってると。これがこのフォッサマグナ、中央破砕帯なんですね。だから万が一、まあ、実際は日本は隆起してるらしいんですが、日本が沈むことがあったら、まずそこが割れる。ポキッと割れるっていうのが日本沈没なんですけども、もう今回も、数キロのトンネルを、それもアルプスの山の中に作らないといけない。そこの真ん中にですね、フォッサマグナが通ってるから、こんなもん作れるわけないと。っていうふうに、石原裕次郎は、親父に言うんですね。ところが、この、関西電力の、そう、責任者である北川さん、三船敏郎さんですね、から、自分たちが、関西電力が、この、ダムを作るにどれだけ本気やっていうことをお話しされるわけですね。するとこの岩岡息子石原裕次郎は反対しながらもですね、このダム建設に協力しようというふうになびいていくわけですね。で、ところがもう工事はもう難関難関です。そのトンネル工事をするためにも切り立った岩の横みたいなのを結局昔の甲府さんがごっつい木をせたろうてですね、登っていかないといけないわけですね。そこでまた転落事故が起きたり、いろんなこの苦難を乗り越えて、要はトンネル掘るまでがまずそういう苦労が起きるわけですね。そんな中でやっぱりトンネルでも事故が起きるんですね。で、息子の石原裕次郎 も協力をして、もう一緒に、親父と一緒にトンネルを掘り始めてるんですが、その
トンネルの工事現場で爆破事故が起きて、爆破を担当してた工夫さんが亡くなってしまうんですね。それを見た岩岡息子、石原裕次郎さんですね、が親父に食ってかかる。この二人、とにかく仲が悪いんですね。これが結局、昔ながらのトンネル掘り屋さんを自負してる親父と設計技師の間だけでは実はなかったんですね。実はこの石原裕次郎さんには、お兄さんがいてたんですね。で、自分が、こう、まだちっちゃい時に、このお兄さんは、お父さんのトンネルの現場に連れて行かれて、そしてその現場で、爆破事故で亡くなってたんですね。で、そこからその石原裕次郎の親父への恨みが溜まってるんですね。親父っちゅうのは、金のために、トンネル掘ることにしか、興味ないと。要は俺の兄貴殺したんもあんただと。もうそれがね、今日のこの爆破事故があった時のあんたの対応を見ててわかったと。って言ってものすごい親子喧嘩が始まる。そういうこう人間ドラマもすごくこの中に含まれてるんですね。で、工事はもう難航難航難航。結局何が一番難航するかっていうとですね、これアルプスの山の中、それもかなり高いところの話なんですけど、すっごい水の量なんですね。結局、アルプスに蓄積されてる地下水が、トンネル掘ったらもうわんさかわんさと出てきよるわけですよ。だから、もうね、映画見てても、これってなんか、こう、海底トンネルの話やったっけと思うぐらい水との戦いなんですね。山の中を掘ってるのに。で、まあ、甲府が言う時あるんですね。ここ山だよなぁと。これいずれ水枯れてくれるかなと。そういや、うちの家の井戸前枯れとったなぁと。あんな風に枯れてくれたら工事やりやすいなぁと。ところがそうはいかないんですね。で、フォッサマグナについに当たる。もうフォッサマグナ掘れば崩れる。水が出る。掘れば崩れずで水が。溢れ出す。で、一日にもう数センチしか進めない。で、工期はどん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 迫ってくる。そんな中の人間模様の一つとして、また、これが、その、関西電力側の総責任者であった北川さん、三船敏郎さんの、娘さんがですね、白血病になられるんですね。で、ちょっとお話は省略しましたけれども、この三船敏郎さんのその白血病になるお嬢さんのお姉さんと石原裕次郎さんは結婚する段取りになってたわけですね。石原裕次郎さんはその結婚する相手から妹が白血病やっていうことを聞かされてたんですが、そのお父さんの三船敏郎には黙ってってるんです。もうその関西電力の責任者でありながら、まあ最前線で指揮をされてですね、まあすごい、なんて言うんでしょうか、もうストレスの塊みたいな、もうお仕事をされてる。で、そこに今自分の娘さんが亡くなるっていうことをお知らせしたらもう潰れてしまうと、っていう、石原裕次郎は石原裕次郎でいろんなジレンマにある。で、そんな中でですね、とうとうトンネルが開通する日がやってくるわけですね。で、トンネルが最後の爆弾でバーン破裂すると、双方から工員が集まってきてですね、みんなで抱き合うわけですね。抱き合ってもう涙します。本当にもうこれはもうすごいなと涙してしまうんですけれども、そこで挨拶をする三船敏郎さん、関西電力の総責任者ですね。もうありがとうとしか出てこないです。本当に皆さんありがとうありがとうって言ってるところに電報が届く。で、その電報にはですね、娘さんが先ほど久留米ダムの完成を願いながら天国に召されたという電報が届くわけですね。そしてトンネルは開通する。で、まあ物語としてはまだ続いていきます。こう人間模様も
続いていくんですけれども、なんかほんとスケールの多い CG 全く使わない素晴らしい映画やなと思います。そしてね、もう一つこれね、見終わった後に気づくんですが、僕まあ気づいたんですけど、まあ冒頭でも言いました、このね黒部の太陽って、もうおそらくご覧になった方はね、みんなおっしゃるんですよ。黒部ダムのことやろうと。黒部、僕らから言うと黒4ダムのことやろうと。っていうふうに言うんですが、実は、ほとんど。で、僕がお話をやめた、そこから先から黒部ダムの建設の話になるんですが、話のほぼが、ダムを作るために、掘ったトンネルのお話なんですね。そのトンネルを掘るだけでも、すっごい挑戦があった。昭和の戦後、すぐに、こういう大事業に、それも、マーティール首相がおっしゃってた、民間の会社が行った大事業に、苦労があって、黒部ダムは完成した、という映画でございました。確かにね、ちょっと長尺なんですけれども、ぜひともご覧になっていただきたい名画だというふうに思います。野次馬ストリートパイロット版。はい、ということで野次馬ストリートパイロット版いかがだったでしょうか。今回で第8弾となりますけれども、頑張れ日本ということを題して、お届けを申し上げました。ただ今バックに流れておりますのは、少年の夏は今、少年クラブの皆さん、歌っておられるの北村健さんです。この歌ね、ほんますごい歌なんですよね。今日のね、この頑張れ日本、いろんなお話しましたけどね、このこともね、この歌ってね、歌ってるんですよね。まあすごい歌やなと、はなはだ感心をするわけですけれども、まだまだね、日本にはすごいものがたくさんあります。頑張ってね、行かないといけないなというふうには思うんですけれども、ちょっと前になるんですが、CNN がですね、 CNN 2017年の CNN の、発表でですね、日本の最も優れた、商品、日本の発明品、日本が世界を変えた発明品とは一体どんなものがあるかっていうね、紹介をしてたんですね。これ全部で25品目あるんですけれども、これ全部ご紹介できませんので、ちょっとだけ言うと、例えば自撮り棒、カラオケ、絵文字、トヨタカローラ、こんな具体的な車の名前入ってますね、インスタントラーメン、任天堂のゲーム機、プレイステーション、うまみ成分とかウォークマンだとか、数独だとか VHS だとか柔道だとか、電気炊飯器とか新幹線とかね、パソコン、ノートパソコンって日本が最初に作ったんですね。ノートパソコンだとか、あと航空母艦って日本初めて作ったんですね。あとカナビとか 3D プリンターとか、これ全て日本が初めて作った商品で、世界中が感謝をしている、もしくはびっくりこいた商品になっているということのようでございます。ラジウマストリートパートパイロット版の第8弾、いかがだったでしょうか、なんか本当に日本頑張ろうっていう気持ちになりますよね。ということでですね、次回パイロット版の第9弾にてですね、お耳にかかりたいと思います。それではさようなら。寂しく「もう一度会いたいな」「元気
だった君のあの笑顔頭をよぎってゆく誰かに「ふと寂しく涙がこぼれた」「心が今少年の夏の日を」